現在女優として大活躍している黒島優奈。朝ドラから大河ドラマまで数々の作品に出演する彼女の生い立ちや経歴は？通い合いが噂されている彼氏との熱愛は本当か？過去に噂になった俳優との噂の真相や黒島優奈の実家や家族についても紹介します。目次、黒島優奈のプロフィール、経歴、黒島優奈の生い立ちや出身高校、大学、黒島優奈の彼氏や結婚の噂は、黒島優奈の実家や家族について、黒島優奈の代表出演作品参戦、黒島優奈のさらなる飛躍に期待。黒島優奈のプロフィール、経歴、本名、振り仮名、黒島優奈、黒島結奈。所属事務所、ソニーミュージックアーティスツ。生年月日、1997年3月15日。現在年齢、24歳。出身地、沖縄県糸満市。血液型、A 型。身長、162センチメートル。活動内容、女優、家族構成、父、黒島慎吾、母、次女、黒島由香、三女、黒島香音。事務所公式リンクはこちら、公式インスタグラムはこちら。2012年より CM に数多く出演。黒島優奈さんは2011年に芸能界入りし、2012年に本格的に芸能活動を開始します。4月からは E テレの教養バラエティ番組テストの花道にマッシュという名前で2年間レギュラー出演。2012年12月には、日本郵便とキャノンのピクサスがコラボした年賀状の CM に出演します。丸、2013年1月には、沖縄復帰40周年記念映画、ひまわり沖縄は忘れないあの日の空を、で映画初主演を果たします。2013年11月には NTT の CM に出演し、仕草と表情だけで彼氏を待つ少女を演じて注目されます。丸、その後は、フラレ、ミラバケッソの CM に出演、カルピスウォーターの CM などに出演し、人気が盛り上がっていきます。CM 出演が中心でしたが、女優としても活動も本格化していきました。2015年に朝ドラ、マッサンに出演。2014年7月からテレビ東京で放送されたドラマ、青い炎で、黒島優奈さんは津田博美役を演じました。主人公に好意を持つ同級生として第2話から最終話まで登場し、連続ドラマで初のレギュラー出演を果たします。丸、NHK の朝の連続テレビ小説、マッサンでは2015年2月から中村秀子を演じ、NHK の朝ドラに初出演しました。中村秀子はウイスキー工場で働く中山美紀の娘で、主人公の娘の亀山絵馬の友人になるという役でした。丸、2015年3月21日に公開された、明日になれば、は、古関裕太さんと黒島優奈さんのダブル主演の映画です。映画出演4作目にして初めての主演映画となりました。黒島優奈さんは NHK 大河ドラマにも2作出演しています。2015年の花も湯は吉田松陰の妹杉文を主人公にした作品で、幕末から明治維新までを中心にした作品です。黒島優奈さんは、花も湯で高杉晋作の妻、高杉みやびを演じました。丸、2019年から放送された、いだてん東京オリンピック話にも出演しています。黒島優奈さんは、東京府立第二高等女学校の生徒、村田富江を演じました。村田富江は女子がスポーツをすることが否定的な時代にスポーツに目覚め、女子スポーツ界を牽引する存在として活躍します。2022年放送予定の朝ドラ、ちむどんどんでヒロインに。2022年放送予定の朝ドラ、ちむどんどんでは、
黒島優菜さんはヒロインの比嘉陽子に抜擢されました。2021年3月3日に放送された朝一で、ヒロイン役が黒島優菜さんであることが発表されています。マル・ちむどんどんは、沖縄の本土復帰50周年を記念した作品で、舞台は沖縄本土北部の山原、やんばる、です。沖縄料理に夢をかけ料理人を目指すヒロインの奮闘する姿が描かれます。マル・ちむどんどんはヒロインのオーディションを行わず、沖縄出身の黒島優菜さんが直接キャスティングがされました。黒島優菜の生い立ちや出身高校、大学、黒島優菜さんは、どんな経緯で芸能界入りしたのでしょうか？黒島優菜さんの生い立ちや出身高校や大学などに関する情報をまとめました。沖縄出身でモデルとして芸能界入り、黒島優菜さんは3人姉妹の長女として生まれ、小学校の頃はバスケットボールをしていました。糸満市のホームページには、小学校6年生の黒島優菜さんが潮平小学校の生徒として駅伝大会に出場していたと思われる記述があります。そのため黒島優菜さんは、潮平小学校の卒業生ではないかと言われています。丸、中学校ではバドミントン部に入っていましたが、中学3年生の時にウィルコム沖縄のイメージガールコンテストに応募します。このオーディションで特別賞の沖縄美少女図鑑賞を受賞することになり、沖縄美少女図鑑にモデルとして出演することになりました。丸、モデルとしての姿がソニーミュージックアーティスツに注目され、芸能界デビューすることになります。沖縄美少女図鑑での撮影が楽しかったことも、事務所に所属するきっかけになったようです。沖縄の糸満高校から都内の高校へ転校、黒島優菜さんは2012年に沖縄の糸満高校に入り、高校でもバドミントン部に入っています。高校入学と同時期に芸能活動も本格化しますが、実家で生活指高校に通いながら沖縄と東京を往復していました。丸、仕事をするときは東京に滞在する必要があるので、東京にいる間だけ短期賃貸マンションを借りて住んでいたそうです。しかし、少しずつ仕事の量が増えてくると、東京の短期賃貸マンションでの生活は大変になっていきました。丸、2014年9月から東京に自分の部屋を借りて住むことになり、沖縄の糸満高校から東京にある高校に転校しています。東京の高校はどこなのか不明ですが、芸能界の仕事と学業を両立させ2015年の3月に卒業しました。2019年日本大学芸術学部中退、高校を卒業した黒島優菜さんは、女優業に専念することも考えたそうです。しかし、芸能界とは違う世界も知った方がいいよ、とアドバイスされたことで、大学進学を決めます。日本大学芸術学部写真学科に入学し、様々な撮影技法を学んでいます。丸、写真学科に入ることになったきっかけは、高校生の時にフィルムカメラをもらったことで写真に興味が生まれたそうです。大学入学後、仕事は順調でしたが、学業との両立が難しくスケジュールの問題で試験が受けられないなどの問題が増えます。丸、真剣に大学に通っていた黒島優菜さんは芸能界を引退し、大学を卒業してからもう一度女優に挑戦することも考えたそうです。しかし、写真は独学でもできると考えるようになり、2019年に大学を中退。女優業に専念するを決めました。黒島優菜の彼氏や結婚の噂は？黒島優菜さんは彼氏や結婚に関する噂はあるのでしょうか？これまで、彼氏に関する噂はいくつも流れています。黒島優菜さんの彼氏や結婚に関する噂についてまとめました。俳優、高良健吾との熱愛報道の真相は、
黒島優菜さんと交際しているのではないかと言われているのが高良健吾さんです。2016月発売されたフライデーでは、通い合いとして2人の熱愛報道が掲載されました。2人は2015年の花も湯では高良健吾さんが高杉晋作、黒島優菜さんが妻の高杉みやびと夫婦役で共演。丸映画活弁でも2人は共演しています。二人は近所に住んでいるそうで、お互いの家を行き来しているそうです。黒島優菜さんと高良健吾さんが、一緒に犬の散歩をする姿や買い物をしている様子も目撃されています。丸、高良健吾さんの事務所は、プライベートは本人に任せている、とだけコメントしています。事務所が否定せず、目撃情報もあることから、2人の交際は信憑性が高いと言われています。2人の交際を応援するファンも多いようです。俳優、成田凌との噂はデマの可能性が高い。黒島優菜さんは、成田凌さんと噂になったこともありますが、デマの可能性が高いと言われています。二人は活動弁士の姿を描いた映画、活弁、で、主役とヒロインを演じ息のあった演技を披露しました。丸、成田凌さんは、映画が公開された直後に放送されたバラエティ番組で黒島優菜さんのことを絶賛していました。画面に映ると存在感が半端じゃない、と、黒島優菜さんのことを高く評価。さらに大学で写真を学んでいる点などを挙げ、黒島優菜さんのことをベタ褒めします。ちょっと好きですもん、とも発言しており、このことを告白と取った視聴者もいたようです。これらの発言から噂になったようですが、2人が一緒にいる目撃情報は一切ないので単なる噂に過ぎないと言われています。インスタで匂わせ、ジャニーズの永瀬廉との噂は？黒島優菜さんは、ジャニーズのグループ、キング&プリンスの永瀬廉さんとも噂になっています。二人の噂は週刊誌の、週刊女性でも話題にされました。黒島優菜さんと永瀬廉さんは、2019年にフジテレビで放送された、フライボーイズ、フライ僕たち、CA 始めました、で共演しています。丸、噂の発端になったのは、黒島優菜さんがインスタグラムで、ヨガを始めた、好きな数字は23、と回答でした。同じ時期に永瀬廉さんがヨガマットを買ったことや永瀬廉さんの誕生日が1月23日だったことから、匂わせではないかと話題になったのです。丸、ただし、ドラマでの共演後に2人が会っていたという情報はありません。23という数字に関しても、当時の黒島優菜さんの年齢が23だからではないかという声もあります。高良健吾さんとの熱愛が同時期にスクープされたこともあり、この噂は信憑性が低いと言われています。アシガールで共演の伊藤健太郎とは噂なし。黒島優菜さんと伊藤健太郎さんは、ドラマ、アシガールで共演しています。ドラマ内では恋人役で息の合った演技を見せたこともあり、本当に付き合ってほしい、というファンの声も少なくありませんでした。丸、2020年のスカーレットでも黒島優菜さんと伊藤健太郎は共演していますが、具体的な話は何もなく噂にはなっていません。伊藤健太郎さんは共演した女優と交際が噂されたことはありますが、2020年に山本舞香さん熱愛報道がされています。丸、伊藤健太郎さんと山本舞香さんは同棲しており、伊藤健太郎さんのマンションから仕事場に向かう姿も目撃されているようです。黒島優菜の実家や家族について、黒島優菜さんの実家や家族に関してはどんな情報があるのでしょうか？黒島優菜さんの実家や家族に関する情報をまとめました。父親は会社経営者。
黒島優奈さんの父親の名前は黒島慎吾と言います。黒島慎吾さんは株式会社カラハイというウェブサイト制作会社を経営する会社経営者です。1枚の簡易的なホームページからワードプレスを導入したサイト構築、ネットショップの制作などを幅広く行っています。丸株式会社カラハイの会社案内では代表取締役として黒島慎吾さんの挨拶が掲載されています。黒島慎吾さんは2021年3月に49歳になったばかりでかなり若いです。芸能界に入るきっかけを作った母親、黒島優奈さんの母親に関しては情報が少なく名前は分かっていません。ただし中学生3年生の時に黒島優奈さんが受けたオーディションは母親に勧められて受けたことが分かっています。オーディションを勧めた理由は自己アピール力をつけるための社会勉強でした。丸黒島優奈さんはもともと女優になるつもりはなく、母親に勧められたオーディションが芸能界入りのきっかけになっています。妹が2人いる。黒島優奈さんは2歳年下の妹と4歳年下の妹が